こんにちは、大チャンネルです。今回はハイウェイマンズヒッチとペインターヒッチの違いについて解説をします。この2つの結びは非常によく似ており、見上げるのが難しいと感じている人も多いようです。そこで今回はこの2つの結びの違いと正しい結び方について解説をします。またどちらで結んだかわからない時の見分け方についても解説をするので、最後までご覧ください。まず結び方の解説をする前に、よくある間違いについて解説をします。この結びはペインターヒッチ、この結びはハイウェイマンズヒッチだと思っている方が多くいるようです。ですがそれは誤りです。この2つの結びはどちらもハイウェイマンズヒッチです。やり方が違うだけで、このように結び目は全く同じです。裏から見ても同じです。またこの結びがハイウェイマンズヒッチ、この結びがペインターヒッチだと思っている方もいるようですが、これも誤りです。この2つの結びは見た目は違いますが、どちらもペインターヒッチです。このように引き締めれば全く同じ結び目になります。裏から見ても同じです。ではハイウェイマンズヒッチとペインターヒッチの違いについて解説をします。左側がハイウェイマンズヒッチ、右側がペインターヒッチです。この2つの結びを比べるととてもよく似ています。裏から見るとどちらも交差せず2本平行に並んでいます。ではこの2つの結びの違いはどこにあるのかというと、本線になる方のロープの出方が違います。ハイウェイマンズヒッチは真ん中、ペインターヒッチは横から本線になるロープが出ています。それではそれぞれの結び方の解説をします。解説では頻繁にバイトという用語が出てきますが、バイトとはロープを折り曲げてできたこの曲がった部分のことを言います。まずはその用語を覚えていただければと思います。それでは最初にハイウェイマンズヒッチの結び方の解説をします。まずロープを折り曲げてバイトを作ります。そしてこのように持ちます。右側に先端が来るようにしてください。次にバイトの部分をバーの裏側に重ねます。次に本線を折り返しバイトを作ります。この時右側に本線が来るようにしてください。それを最初に作ったバイトに通し、バイトと先端を互いに引っ張り締めます。次に先端側を折り返しバイトを作ります。この時ロープの先端が左側に来るようにします。これは特に強度に影響はないのですが、左側の方が形のバランスが取れるのでそうしています。そしてこれを最初に作ったバイトに通すのですが、この時注意しなければならないことがあります。必ず本線の右側を通り、ロープの先端側のバイトを最初のバイトに通します。バイトと本線を引き締めれば完成です。ではもし間違えて左側を通るとどうなるかというと、このようにペインターヒッチに似た形になるのですが、裏側が交差してしまうことがあり弱い結びになってしまいます。なので必ず本線の右側から先端側のロープを通すようにしてください。慣れてくれば素早く結べるようになるので繰り返し練習してください。それでは次にペインターヒッチの結び方の解説をします。まずロープを折り曲げてバイトを作ります。そしてこのように持ちます。
ハイウェイマンズヒッチと同様に右側に先端が来るようにしてください。次にバイトの部分をバーの裏側に重ねます。次に本線を折り返しバイトを作ります。この時左側に本線が来るようにしてください。ハイウェイマンズヒッチは右側でしたが、ペインターヒッチは逆になります。ちなみにハイウェイマンズヒッチとの結び方の違いはこの部分だけです。それを最初に作ったバイトに通し、バイトと先端を互いに引っ張り締めます。次に先端側を折り返しバイトを作ります。この時ロープの先端が左側に来るようにします。これは特に強度に影響はないのですが、左側の方が形のバランスが取れるのでそうしています。そしてこれを最初に作ったバイトに通すのですが、この時注意しなければならないことがあります。ハイウェイマンズヒッチと同様に必ず本線の右側を通り、ロープの先端側のバイトを最初のバイトに通します。バイトと本線を引き締めれば完成です。ではもし間違えて左側を通るとどうなるかというと、このようにハイウェイマンズヒッチと似た形になるのですが、裏側が交差してしまうことがあり弱い結びになってしまいます。なので必ず本線の右側から先端側のロープを通すようにしてください。慣れてくれば素早く結べるようになるので繰り返し練習してください。最後にハイウェイマンズヒッチとペインターヒッチの強度について解説をします。ハイウェイマンズヒッチとペインターヒッチはどちらもロープの中間に作ることができる引き棘の結びです。とても使い勝手が良い便利な結びなのですが、緩みやすいと言われています。2つの結びの強度を比較すると、重心が真ん中にある分ハイウェイマンズヒッチの方が強いです。ペインターヒッチはこのように簡単に緩んでしまいます。ハイウェイマンズヒッチもペインターヒッチほどではないですが緩むことがあります。ですが補強する方法があるので、その問題は解決できます。過去動画で何度か解説をしていますが、バイトオンバイトをもう一回追加します。このようにすれば緩まなくなるので、ルーフキャリアの荷物を固定するときなど絶対に緩んでほしくない重要な箇所に使う場合は必ずこの方法で結んでください。またポールや立ち木などの縦のものに結ぶ場合は90度右に傾けて結ぶと分かりやすいです。今回の解説は以上となりますが、ここで訂正とお詫びをさせていただきたいと思います。私の過去の動画でハイウェイマンズヒッチとペインターヒッチが混同してしまっているものがあります。ではどうしてそうなったのかお話しします。今から30年ほど前に私はこの結びを自分で考えました。その頃は YouTube などなく、私のロープワークの知識のほとんどを一冊の本から学んでいました。キャンプ道具などの荷物をルーフキャリアに積むために、ロープの中間に作れてなおかつ強度がある引き棘の結びはないか調べていたのですが、その本にもそのような結び方は紹介されていませんでした。そこで自分でこの結びを考え、個人で楽しむために使っていました。正確に言えば3回バイトに通す強化版の方の結び方をよく使っておりました。この結びは私のオリジナルですので、今でも私以外誰も使っていない結びです。その当時にハイウェイマンズヒッチとペインターヒッチが存在していたかどうかは分かりませんが、私がこのチャンネルを開設した今から2年ほど前にたまたま YouTube で
外国の方の動画を見ていた時に、この結びがハイウェイマンズヒッチとして存在していることを知りました。ですが、この時はまだペインターヒッチの存在を知らず、オリジナルの結びとして使っていたので、この2つの結びを区別していませんでした。そのため、私の過去の動画でペインターヒッチで結んでいるものも全てハイウェイマンズヒッチとして解説してしまっております。関連する過去動画を全て削除しようかとも考えましたが、そうするよりも新たな解説動画を作り改める方が良いと判断し、この動画を投稿させていただきました。私の過去動画をご覧いただいたことで混乱させてしまったかもしれません。大変申し訳ありませんでした。この場をお借りして訂正とお詫びをさせていただきたいと思います。では今回は以上となります。ハイウェイマンズヒッチとペインターヒッチの違いと正しい結び方について解説をしました。ロープワークやタープの貼り方に関するご質問がありましたら、コメントをいただければできる限りお答えしますので、たくさんのコメントをお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。